<laughs> バンドで一番の知り合いっていうのはもうバックナンバーしかいてないから、バックナンバーから、小野洋子さんに伝えていただいて、届けっていうね。うん。ほんならもうね、その三大要素のミックスされた時に最強になるんじゃない、うん、ミュージック、スポーツ、ポルノ。<laughs> もう最強、いやそれは。最強伝説。それは全部、バックナンバーさんにお願いしたいと思います。<laughs> せもう一枚メール、これは名古屋市のペンネーム森蔵からいただきました、えー。5日に放送された、世界行ってみたら本当はこんなとこだったの中で、えー、近年日本を訪れる外国人観光客が急増していることから、日本を紹介するガイドブックが多数出版されており、 ダーティージャパニーズというガイドブックが紹介されていました。この本には一般的な挨拶から日本語のスラングまで幅広く載っていて、お笑いの項目にはさんまさんやダウンタウンさん、ナイナイさんが紹介されており、 おすごいですよね。サンマさんは日本のコメディアンの大御所です。彼はアメリカの大物司会者、ジョニー・カーソンのような人物です。彼のデッパーは日本のエンターテインメント業界のアイコンのようなものです、うんえー。ダウンタウンさんはこのグループが一番と言われ続けるのはただ長い間存在しているからというわけではありません。彼らの笑いには毒があります。 そして、ナイナイさんは、ナイナイはダウンタウンに似ています。大阪出身のコンビで、東京に移り有名になりました。岡村はおかしな人で、チンパンジーに似ています。しかし、ダウンタウンの方が上に位置しています。と紹介されて、ちょっと恥ずかしい。いや合ってるけど、すべてやってるんですけど、この紹介の仕方って、ちょっとなんか恥ずかしい、え、ですけどね、ちょっと。 まあでも乗るだけでもすごいことではあるんですけど、他になかったかなっていう感じはしますよね。まあチンパンジーにも似てるんですけども、うんダウンタウンさんの方がもちろん上にあり、位置してあるのもちろんもっと上に位置してありますけども、もうちょっとなんかね、考えていただけたらな、というふうには思うんですけどね。でもこうやって乗るだけでもありがたいですよ。 でもほんまに僕言われますよ。アジア行ったら、いろんなとこで、この、岡村、岡村っていう、なんか、何でしょう、現地人がいっぱいおる言うて、なんか、あれ、どこやったっけ、なんか、トゥクトゥクみたいな運転しある人やとか、どっかホテルのボーイさんやとか、なんかそういう人でこう、岡村に似てるって言われて、岡村、岡村っていう人が結構いるっていうふうには聞いてますけどね、向こうのその、海外の方にも。 でもこれ、もうちょっとなんかだ、誰がね、書いてはんのかちょっとわからないんですけども、ちょっと、うん、書き直す機会があったら書き直してほしいな。もうちょっと調べて、えー、お願いしたいな、というふうには思いますけれどもね。 えー、さあ、えー、今週のインパルスコンパルスですけれども、えー、どうしましょうか。えー、日活、ね、みんなで見に行こうっていうふうになりましたから、えー、新たな言葉もね、合言葉、えー、ミュージック、スポーツ、ポルノ。<laughs> <laughs> これを、あのー、ね、don't think,、uh, feel っていうのを掲げて、 出てましたけども。もう一つね、あの、できましたね。岡村隆のオールナイトニッポン。don't think, feel と、えー、ミュージック、スポーツ、ポルノっていう。<laughs> <laughs> ミュージック、MS、えー、P。ね。は <laughs> 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 いや、なんか、ほら、スマップとかスポーツ、ーね、えー、ミュージックなんとかって言うやんか。 スマップの P はポルノの P ですか <laughs> 違うでしょパ、えー、なえ、何やったっけピースなあ、わかるなんか、なんかですよねだから僕たちは MSP です。だから今度 T シャツ作るときも Don't Think Feel とか、ええー、まあ、袖には MSP っていうのを入れましょう。MSP。Music。スポーツ。ポルノ。いいじゃないですか。キャップでも作りましょうよ。<laughs> <laughs> そうです。今のところ S と P が、目指すは M なんですけどね。ミュージックっていうところももちろん目指していきたいんですけども、今のところ私たちが掲げてるのはスポーツとポルノ。スポーツポルノミックスです。でもこれいつか M をミックスさせて、MSP にしたいと思います。SMP。ちょっと待ってください。SMP。SM。心折れてる。シ折れた。<laughs> なんか、強く、強く、強く、はい。強くポルノを書きすぎて、すぐ、SM で降りなかったんですけど、ポルノの P を強く書きすぎたことにより、芯がポーンって折れました。ちょ、っと気持ちもちょっと折れましたので。<ー>えー、申し訳ございません。おぉ、何<ー>や。そんなうまいこと言うた覚えもないで。<ー> <laughs> えー、ペンネームびっくりグラタンに、えー、インパルスコンパルス差し上げますえー、今週のインパルス、えー、岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム岡村アットマークオールナイトニッポンドットコム、えー、までどん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 ,どん、えー、お願いいたします ン西二日酔い、64点、岡村隆のオールナイトニッポンさあえー、メール来ました、えー、所沢市の47歳、えー、自営業の、えー、ドラキューパーマンさんから頂きましたですけども、えー、先ほどの、えー、ベーゴマみたいな乳林女優さんは多分三藤ルシアさんですね決め打ちで来ましたけれども。<laughs> 確定で、確定で、47歳自営業の、えー、ドラキューパーマンさんから、もう確定で来たんですけども、映画の題名は、えー、女教師、生徒の目の前で、性的犯罪、セクシードール、いたずらロリータ、後ろからバージンのどれかですね、っていう。全部当てつ、もう当てに来たというか、もうこれでしょっていう。んで、写真も送ってくれたんですけども、顔見ても、乳輪見ても分からないんですよね。 重い。もう決めつけで来てくれてはるんですけど、47歳ですから、ちょうど僕よりもね、えー、ちょっと上で同世代っちゃ同世代ですし、その、このドラキューパーマンさんもおそらく、あベーゴマみたいなチク <laughs> 入輪しとんなって、同じように僕と同じように多分思ったんでしょう。だから、おそらくサントルシャさんですね。知ってますよ。<laughs> っていう熱いメールやと思うんですけど、写真もようこんな写真送ってきてくれましたね。でも確かにベーゴマっちゃベーゴマなんですけども、ほんま思い出せないんですよね。あの時のその、ちょっと、そのドラキューパーマンさんにはほんと申し訳ないんですけども、あの、サントルシアスさんじゃないかもわかんないです。 もしかしたら三とルシアさんかもわからないんですけども、もうその時の、この動かな。<laughs> 入林だけを今見て、お父だけを見て判断してるんですけど、もうちょっとおっぱい大きかったような気もするんですけどねそ。ドラキューパーマンさん、もう、もうあと二三名、何々ですねっていう。<laughs> ちょっとサントルシアさんじゃないかもわかんないです。サントルシアさんじゃないとなると、ドラキューパーマンさん。誰になりますかあのー、あ、あ、こっちですねっていうのあったら、<laughs> ええ、失礼しました。あ、度忘れしてました。こっちですねっていうのがありましたら、ドラキューパーマンさん。あのー、送っていただけたら、あもしかしたら、あこの人や っていうふうに、あの時のあの記憶、あの三人で、あのー、見に、